こんにちは、こんばんは。ゲーム動画の一方です。シティーズスカイライン、ライブ配信始めていきましょう。前回に引き続きこの街を、開発を進めていきます。今回はこちらの側の開発がもうほぼ終わって、あんまり開発できる余地がもうなくなったので、対岸の方の、開発をやっていこうと思います。いつも通り配信は Twitch でお送りしております。Twitch アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。This Live Archive My YouTubeツイッチアカウントフォロープリーズ&チャットコメントプリーズ。そして、アーカイブを YouTube にアップロードしております。YouTube の、チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。 This Live Archive My YouTube チャンネルアップロード2 days after Please My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。そして、旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいね、お願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタン、プリーズ。では始めていきましょう。まずはやっぱりこのジャンクションの手前からかな、やっていくとしたら。ただあんまり利益が上がってないんですよね。感じか。ここ出口になります。まずはやっぱり道路を作っていかないとな。で、こうやってこうだな。
あんまり道路、道路はやめとくかな。ちょっと狭いよな。的にあんまり見合いません。こんな感じになります。ちなみにちょっと公園が何が建てられるのかちゃんと見といた方がいい。ここはダメ。ここに公園建てられますね。ただ海岸に公園あるんですよね。なのであんまり美味しい旨味がない。この公園を移設してみてはどうだ。こうすることで道路を格下げしてもいいでしょう。これはたぶん地下に入れないと思う。まあでも ここは潜らんでそのまま行こう。あとは普通にまずここからスタートだよな。かな。こんな感じですね。道路としてはこの辺やっぱり未舗装道になっているのはコストダウンの影響ということができます。ということでコストダウンはやむを得ないとしてやっていきましょう。で、住宅地を建てますが、ただなるべくこの道路には住宅地は避けたいですね。これ幹線道路は。それからここもどうするかを考えないといけない。これ一通なんですよね。気をつけないといけないのは、間違えた。
ちらで、そうだ、なるほどね。まあ普通にこれでしゃあないと思います。であと水ですね。水をそれぞれ延長してやらなきゃいけません。こんな感じかな。もうちょっとこっちの水も延長してやりましょう。やっか、こんな感じか。でこれをこっちか。水の連結は終了ということで、この部分のまずは住宅地を建てていきます。交差点をこうかな。まあこんな感じで最初は作っていきましょう。住宅が出始めましたね。これ結構坂になってんだな。この坂も気をつけないといけない。意外と勾配はきつい。そうになってる。その必要はないです。感じで、ここは人が公園を突きって通れるんで、この小さい公園はそういう便利さがあります。ゴミの状況は、なるほどね。住宅地か。ここに置くとやっぱり公害になるね。これって出口に出せるのかな。これはダメだ。
されてるかな。ここだけしか接続してないんじゃないかな。この木の部分も色が変わってます。ダメならダメ、撤去すればいいしね。こっちはいけるんだ。難しいな。どこまで土壌汚れるんだ。なんだ、学校かな。ここですね。置いておこう、置くだけ置こう。わからん、5マスでやっぱり置けるんかな。ダメならもう移動しよう。こっちに置いとけばいいでしょう、そんなところは。いや、やめとこう。これ、こう置くと高速道路が多分騒音で、病気になっちゃうや。そうなんですよね、病気になっちゃうんですよね。これが良くない。
かな。小学校はどこにあるのかな。なるほど。ここにこの一つ置いときましょう。いや、こっちかな、反対側かな。あ、そうだ、足りないんだ。一応線ぶつからないんですね。大丈夫なのかな、高さ的に。大丈夫っぽいね。いいんだよな、インターチェンジだから混む可能、将来的に混む可能性があるんで。
高校ってどこにあるんだ。高校はそんなにないんだよな。ここは最後か。ここは？なるほど、普通の道か。なんか工場がうまくいかないですね。でもこれもったいないよな。こうすることで、工場からの、なんだこれ、火事が起きている。あ、でもすぐ消防車駆けつけました。鎮火です。ナイス消防車。火事が起こるとなんか火事の起きた時間に応じて低下しちゃうんじゃない。中学校もいるかな。大学、中学校も、高校どこ行ってるか。そうだよな。ここに立てるんだ。ここに立てよう。住宅地が建ったので早くも入居のためにかな。あ、違うわ。これちょっと待った。ストップ。この人たちって動物なんだ。このアニマルの実態ちょっとこの人の様子を見ていきましょう。お、教育を受けていないってなるけど小学校に向かっていきますよ。
まだまだ区画整理は道路の区画整理はされているけど、住宅が建ってない更地の状態です。さあ、小学校にやってまいりました。小学校ですが、でも結構人入生徒入ってるな。おっと、なんで、ああそうか、頭が悪いな、しまったな、早いこと立ててしまわないとやばいです。車来てますね。これは商業地に向かうための車か。順調に立ってますね。いいです。いい心がけです。交互にこういうふうに立てていきましょう。今日保存しとこう。今日が14日ですね。日本時間で14日となっております。さ、なんか寂しいな。 2世帯しかいない。まだ教育を全く受けておりません。この辺は結構高校も人来て、生徒が来てるな。なっちゃう危険性があるのな。なわ。これ作りますが、どういう道路が立つかどうかはまだ分かりません。
ここをなんか立てよう。ゴミじゃない。医療サービスだ。小児医療センターと、住宅需要と商業需要が並んだな。一方、どうでしょうね。全然ダメだ。見てみると、全然、特に初等教育を受けた人が全然来ない。方向を削った方がいいですね、これ。方向が一箇所あるけど、これ、配信するのはもったいないんで、停止すれば、ちなみに中等教育を受けた人がダントツですから、当然ここに、中等されるわけがありません。一つあるよな。逆かもしれんよな。逆にここをオンにオフにして、ここをオンにしよう。代表して言う、もっと試合しろって言ってますね。入れ替わるまで結構時間かかるんですよね。なんでこの小学校は卒業して、初等教育を受けた人はまだまだ少ない。あと商業施設も重要です。商業施設の初等教育を受けた人が募集されております。こことかな、洋服店とか、この辺がすごい邪魔です。ここでもうここに行っちゃう人が多いからな。
本教育を受けた人が不足しすぎている。人口自体が足りないんだよな。このぐらいの住宅だったら足りないのか。ちなみにあんまり高層住宅がないんですよね。ここで高速住宅に建て替えるか。量より質より量っていう感じですね。なんだこれ。何を求めてんだこの人たちは。小さい遊び屋に行きたいのか。小さい遊び屋行きたい。金がかくかえ、なくなるまで方向へ向かっているっていう感じですね。東京渡ってまでもなんかどっかに行くんだ。地下鉄駅向かってんのか。いわゆる会社。あ、地下鉄。お待たせいたしました。教育を受けた人がこの辺の着いたが、はい、最近ワイヤレスマイThank you.
あ、電池不足大変ですね。レシーバーの方が電気が切れるっていうのはちょっと盲点だった。でも監視はもうされてますね多分。まだ4人入る余裕がある。これなんだろう。旧ツアー美人妃もとんでもないな、うん、ちょっと待って、訪問客数ゼロやん。場所が悪すぎんのかもな。もしかしたらこういうとこじゃなくて、これ工業地帯だけど、鉄道のあるところに行かないとダメかも。中小企業が私たちを町の経済にあるバックボーンにあることを理解したのか。ここで言ってんのかな。地下で主張してんのか。どこの地下だ。あ、川沿いだな。ここもまだ開発されてないから、ちょっと近すぎる気がする。
これはダメだ。これ風車の前や。なんで、なんか風車があるんだけど、あんまり良くないな、この風車。水点発電量は住宅地じゃないの？これは住宅地じゃないか。まあまあいいや。結構ギリギリだよな。風力が落ちてる。教育過剰な労働者が多いぞって言ってますね。難しいなぁ。産業区域の中にね、産業区域だよな、これ。中にも比較的、高学歴を要求するとこがあるんだ。ていうか、すごいな、この辺とか、みんな、高学歴用意するやん。ちなみに今地下鉄は？どういうルートを走ってんだ。地下鉄だな。そう、地下鉄はここを走ってんですよね。あ、ここまでは走ってる。だが、こっち側が全然地下鉄走ってない。だから、ここら辺走ってたら、すごいいいんだけどなって思うけど、モノレールがあるんで、結構、なんかもったいない。
地下鉄の駅は結構やっぱり乗ってますね、きっと。鉄道需要もあるわけですが、なんかこっちはちょっともったいないですね。でも。ここバス通ってんだろうな。移動します。ここもバスは走ってるんですけど、ていうか普通にここを歩道作りゃいいんじゃないの？ここだけちょっとワンエリアだけ撤退して、っていうとこかな。入れたら工場に行けそうな気がするんだけどな。なんかすごい空が黒いな。
やっぱり教育過剰な労働者が多いよな。人はまあ、埋まってんだけど、求人は半分しかいない、うちは。もう全然教育が足りない。足りない。ここも結構やばいな。一応、仮に、かろうじて収まってるっていう感じか。教育過剰な労働者が。我慢なんでしょうかね。人がだんだんちゃんと使ってくれるようになりましたね。やっぱり大体はこの駅から出てきた人がなるんでしょうね。おっと、ちょっと待った。さっき道を渡った人はどこに行くんだ？あ、もうスーパーに行く。かけてみましょう。あ、とりあえず洋品店行くんだ。その洋品店はすごく、あっと入った途端に廃墟になってしまった。人がまだまだ足りないです。中等教育を受けた人は足りない言われてるもんな。この工業地も人は足りないし、まあ、とにかく住宅をどんどん建てていくしかないですね。あ、この工業地帯どうなんだろう、人は。あ、焼却炉か。こっちはどうなんだ。ナイロンの電灯。まだちっちゃいから、そんなに影響はないんだろうけど、いつ足りなくなるかわからないですね。
まあ、結局こういう人たちって工業地帯行ってくれないんですよね。が飛んでるのか。いや、これはこうだ。こうしないとダメだ。さあ、135,000人になりました。一方で、お金の方がな、まあ問題ですよね、これは。公園ってどこにあるんだ？ここか。一つ、ちっちゃい公園を建てて、公園安いですからね。だからコスパはすごい。しかも上がりやすいからな。絶対立てた方がいいです。うん、ここはもう全部埋まりましたね。診療所建ててやるか。違う、診療所。一応パトカーはある、パトカーじゃないわ。救急車は6台出すことができるんですね。あ、でも高速に行っちゃいますよ。ちょっと待った。なんで高速に？どこへ向かうんだ、こいつら。目道家って言ってますね。ちょっと追っかけていきましょう。そんなこと言ってるうちに、あ、違う。追跡、どうやってできるの？なんで？これ追跡、高速道路に入っていきます。
で2台一気に、あ、降りちゃいますね。なあ、ほな、なんで高速道路使うんだ。しかもちょっと待って、霊柩車が目の前を通ってる。向こう手ってどこだ。近い。さあ間に合うか。え、もう死んでる。違う、さらにこの中に入ってるんだ。でも死体もいます。さあ担架が運ばれてきました。スタートです。信号なんか無視しちゃってもいいんだよ。救急だろうこれ。なんでこんなことに。また高速に乗るのか。いや、避けろよ前の一般車。あー、高速に乗りますね。え、あー、今度はプリムローズ家ってとこに行きますね。お、橋渡るんだ。いやいや、診療所こんなことまでする必要ないよな。おっと、さあ住宅へ、対岸の住宅街に入ってまいりました。左に曲がって。ここですか。あ、収容率が 100% になった。これで病院戻るの、病院じゃない、診療所に戻るのかな。これ診療所に戻って回復しても帰ってくるの相当時間かかりますよね。高速通って対岸通らないとダメだ。あれ、なんで。で、急いで診療所に行けよ。まあ、そう、救急車の中に、緊急のあれが入ってるのかもしれませんが、あ、右、右折車邪魔。さあ、吊り橋を渡って、対岸に向かっていきます。ここで曲がりますね。あ、どこへ向かうんだ。あ、いや、救急搬送中か。診療所は目の前だ。診療所に到着です。救急車もう5台出てますね。患者が出てます。教育を受けてない人が6人で、ミスマッチが、ね、起きちゃってますね。小学校が、ここには小学校があるんだけどな。
ちなみに、一部は足りないんだよな。目の前にあるんだけどな。ゴミ？ゴミですね。ゴミ収集車が全然やってこない。遠すぎるんだ。ゴミ収集車が。本当に大丈夫なのかこれ。全然ゴミ収集車来ないな。ゴミ処理場はなあ、ここにあったりするよね。こっちにもある。あ、でもここに立てても、あの、なんだ、水道がないし電気が通らない。あ、電気通った。立ちつつあります。まあでもそんなに山はきつくはないが、高速道路はここの山を越えて先へ進む。この先にも海があるみたいだな。なんかすごい苦戦してる。
汚水がすごい溜まってんのかな。なんかどん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 溜まってきてるような気もしないではない。汚水が水水水で汚れてないって言ってるな。下水処理場より浄水処理場の方がまあ問題だよな。こんだけいます。通常は、なんだ。そう。電力は大丈夫？ギリギリ大丈夫だな。一応立てた方がいいとは思うけど。でも最大用水能力はこれで並びましたね。予算もそんなに消費しないから。1% ぐらいまで下げとこう。
これ小学校だよな。こうなってますね。この辺も交通渋滞とか大丈夫かな。ん？ああ、ダメか。手を刈らず渋滞が、渋滞じゃないや。人手不足が。人口は増えてるんですけどね、収支がなんせ。すごい多いな。大学が、大学ね、一つ作っとらあかんよね。ここは全然足りない言われてる。まあそうなんだ、それはそうなんだけどね。あるのは嫌だな。でもね、ここだと収まらない。
まあ、こんな感じかな。全然車も余裕あるしね、渋滞しないだろうな。高速も来てないし。ただね、バスはいるよね。地下鉄あるからバスは走らせる必要はあるが、ただ単にバス走らせてたらダメだよ。でもバスは走らせよう。工業地帯が、じゃあ工業地帯ここら辺にあるんだよな。工業地帯にはバス走らせたいよね。つまり普通じゃないから、
あ、これ入れないんだ。そうか。つまり、とりあえず完成はさせるけど、その一方でこれはもこれはいかんってことで。これって、まあ、当然こうなるんだ。アダソンにあるわ。じゃあ歩道だかな。バスオンリーで走らせて、でバス路線、バスのルートを変えます。ただこうなるとこっち側には行ってくれないからな。あ、まあ、こんな感じか。地下鉄も道も確保して、こんな感じか。
人が結構待ってますね。あれ、ここじゃないな。ここら辺からスタートかな。地下鉄駅からあんまり人待ってないな。帰宅中とか書いてますが、違う朝なかなか来ません。あんまり乗客乗ってないよな。まあ赤字だから赤字なんだけど、それはしゃあないとして、勾配がすごいな、ここ。さあ、まだか。これこうしようか。これで救急車も来れますからね。一般車ここで U ターンですけどね。から行ってあげないと。バス全然来ませんね。で、結構待ってる乗客はいますよ。いつバス来るんだっていう感じですね。来たバスがいる。ちょっとこのバス乗ってみましょう。乗客満杯です。まあ、地下駅の、地下鉄駅の近くですからね。そりゃ満杯でしょう。では
おっと、右へ行くんだ。そうだ。あ、右へ行かないか。右車線に行く。ここで右に曲がるんだ。さあ、どんどん上がっていきます。そして高速に入るかなと思ったら高速には行かずにこのランプ道を通ってこのバスオンリーの道へ入って一般道に通って住宅の街に入ります。そしてすごい待っているぞ。待ってます。左ですね。左に曲がって片側2車線道に入りますが、でもそこはそんなに長く続かずに、ようやくバス来たよっていう感じですね。ん？なんだ？あ、降りた人か。降りますが、あんまり乗る客がいない。てか満杯なのか。電車がすごく人身事故が起きた際に、でも病院に行く用事があってちょっと遠回りだけど、そのためバスに乗ったんですが、とにかくもうみんな考えてることは同じで、バスが本当に乗れなくて不吉でしたね。ただでさえ人員運転手不足で減ってるのに、あ、燃えてる燃えてる、すごい燃え方だ。やばいやばい。さ、工業地帯入ってまいりました。工業地帯もやっぱり需要がな、地価を上げていかなきゃいけないからな。地価を上げるとともにやっぱり人を輸送が欲しいんで。お、お人乗ってますね。市が対向に渡れるようにはなってますが、このバスは橋を渡りません。お、左に曲がります。バスは本当にコスパいいですよ。自家用車も減りますし、そんなに費用かかりませんからね。で、地価も確か上げられる効果があると思うんで、
届くなはず。ということで、なんかゲートがある。どうだ、石油か。ゲートに見えちゃうな、ガソリン、ガソスターが。あ、どうか、ダメだ。さあ、来ないんだ。じゃあ、この道路は、そうですね。お金がどんどん減ってます。健康はいいんだけどな。開発してるからな。なんだろう。教育を受けた労働者は不足していますと。ちなみに、教育を受けた労働者、あ、教育を受けてない労働者の方が多いんだ。ちなみに、小学校は？でもな、中学校は？大学は？ってなると、まあ、不足はしてるんだろうな。ほぼ高校も定員ですからね。あ、でも定員は満たしてないんだ、これ。
然足りない。これ焼却炉だろうな。あ、むしろ焼却炉を入れればよかった。ここら辺にあるんだけどな、焼却炉。でもどっちかというと焼却炉こっち側に足りないから、ということで、すごい投資してるから。じゃないんだよな、問題は。もう満杯じゃないからな。これ接種にしとこう。君には小学校があるしな。逆にここに小学校あってもな。
これを一旦停止。こっちかな、停止するなら。ただ、小学校の数がどんどん減っていってる。いや、そうでもない。まあ少しずつ減っていってるかな。小学校の数多すぎるんだよな。ここいないんだろう、小学校。まあちょっと停止かな。高校生の数が少ないんだ、高校生の数と比べて。高校生を数の方が全然多いんだな。半分ぐらいしかないからな。絶対的に労働者を不足している。労働者ゼロ人って書いてるやん。7人しかいない。わあ、全然労働者が足りない。いや、いけてるとこはあるんだけどな。
よく見てみる。全然人おらんし。バス停に。時間帯が時間帯だからかな。人が全然乗ってない。本当に需要がないんだ。はい、ということで、今はフルに乗ってるから、停止中って言ってもすぐ停止するわけじゃないのか。需要が入れ替わる時があれだからな。何しか乗ってないし、みんな帰宅中か、無職の人もいるやん。もう渡ってる人誰だ。あ、工場に行く人だ。一応需要はあるんだよな。はい、ということで、しかもなかなか黒字にならないし、
ょっと渋滞してるな。ここは。ここ左に曲がる道はあっても、まっすぐはないんだ。車線だから左に行く道はあるのか。ここにあの車が来てるしな。で、3車線の意味はないがな。はい、アップグレードするとこれが消えるんだよな、さすがに。そりゃそうか。うん、ひとまず
消防署の数がこうなってんのか。難しいな、消防署を減らすわけにはいかんしな。消防署じゃないや、警察署か。消防署数が多いような気がする。3つ割には多いような感じはあるよな。リストラを行いつつもっていうところだよな。人口は増えてるけど、当然予算も増えてるから資金は上がらない。地はそんなに上がらないし、税収もそんなに増えない。そう、税収が増えないんだよな。うん、牛乳はまあいいや。フジースは結構上がってる。百戦じゃ少しずつ下がってる気はする。百戦は上がってんだけどな、人口が上がるから。囚人も増えてるよな。囚人が増えてるってのは嫌な材料だよな。エコートが下がった。エクスポート相変わらずないっていうのが今の、まあ、現状です。ひとまず
この区域の、あの住宅地はほぼ作り終わったんで、アップグレードしてますね。まだここら辺があんまりアップグレードしてないから成長の余地はあると思うんだよな。すごいね、教育を受けてない率が結構高い。まあでもまだそれは子供が多いからっていうのもある。そうでもないか、そんなことない。深夜がダントツなのに、ロビン家は教育受けてない深夜が多すぎるんだ。そう、日本庭園。あ、こんな感じで、人口も増えた。ちょっと資金もプラスに転じたかな。週間収入の、でも安定してプラスとはならないよな、まだ。またマイナスなってるし。アップグレードを待ちつつ、やっぱり税収を上げていってかな、今後は。まあ、でも教育を受けてない人が多いし、シニアが多いから、あんまり税収っていう意味では物足りないよな。一応シニアからも税金は取れるんだけどな。少ないよな。
シニア率がすごいな、老齢化社会だな、うん、はい、というわけで嫌な予感はたいと思います、次回はまあここもうあとこのぐらいここぐらいしか残ってないよな。金額も1地区1つでいいような気がする。この大学もいないよなっていうか、何
い、ということで、労働者不足してるんや。ということで、次回はこの残ったこの地区の開発をしたいと思います。まあ、単に住宅地にはしないと思いますね。商業地になるのか工業地になるのか、インターの近くは工業で作っとく必要はあるからな。なんか住宅建てちゃってるけど、まあ、間違いだったかもしれないな。その辺も含めて一旦やっていこうと思います。見ていただいてありがとうございました。今回の配信スイッチでお送りしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー please。 そして、YouTubeぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。アーカイブは2日後、16日21時頃にプレミア公開予定です。YouTube でもぜひご覧ください。Please my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。This live archive my YouTube channel 2 days after premier live。 旧 Twitter X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 Twitter X my account please follow and repost and good button please。 ということで、スカイライン、ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。